よろしくお願いします。本番の時に照明で画像認識がうまくいかずに問題が多く起こっていたんですけど、金賞を取れてよかったと思います。出場を決めた時から金賞を目指していたので、実際に取ることができて嬉しかったですし、今までやってきたことが報われてとても良かったと思っています。事前の準備を怠らずにプログラムを常に改善して行っていたことです。当日の課題が予想もしていなかったものでちょっと焦ったんですけども、うまく要所要所で起点を聞かせることができて柔軟な対応ができたところが強みだと思っています。将来は組み込みエンジニアの関係のある企業に就職したいと考えています。自分の作ったものが世の中に出て人々の生活を便利にできるようにしたいなって思っています。私も彼と同様にこれからも組み込みシステムについて学ぼうと思っています。信頼性の高い仕組みというか、そういうものを研究したいなと考えています。組み込みという職種は一人でやっているんではなくて、やっぱり二人とかでやっているのでよくわからずに困っていたらメンバーの人に聞いて課題に取り組んでもらいたいです。やっぱり優勝というよりは、楽しむことも大事なので、そこをきちんとやってもらいたいと思っています。壁にぶつかることもあると思うんですけども、先生方と協力して諦めずに、ぜひ2連覇を狙って頑張ってほしいなと思っています。